ベンジル酸転移とは、有機化学における転移反応の一つで、ベンジルに水酸化カリウムを作用させると、フェニル元が1に転移を起こして、ベンジル酸のカリウム塩を与える反応である。最初の研究は、ユストゥス・フォン・リュビッヒによって1838年に示された。脂肪族の1にジュケトンを基質として、アルファー・ヒドルキシカルボン酸を与えた例も知られる。 近年の量子化学計算の結果から指示された機構を図示する。カルボニル元に対するヒドロキシドアニオンの負荷から反応が開始する。負荷体2から3への軸回転後に起こる4への R 期の1に転移は競争的であるとされた。4と溶媒の水の間でプロトンの移動を起こして5となり、3で処理した段階で6が得られる。バラード DA 電。 WM o ーガニックシンソシス、コールボリューム 1, P89 ボリューム 1, P29, オンライン版レイリッヒ J, アナランデアセーミ 1838, 25, 1から 31, シャールテガー A ビングラー P, ヘルブチンアクタ 1986, 69, 1666, 山部 S 土田 N 山崎 SJORG 県2006 71 1777から1783土井10.1021常連 51862R ありがとうございます。